こんにちは、こんばんは、おはようございます。プチーノの部屋、ようこそ。今日は久しぶり、久方ぶりのクリスタルグリッド瞑想をしていきたいと思います。という感じで、久しぶりですね。久しぶりに手を引いて、という形です。はーい。深い深呼吸をしてください。円から地球の中心に体中のいらないものが出ていき、地球の中心でろ過されたエネルギーが円から丹田と溝内に入ってきます。しばらくこの呼吸を続けてください。今このクリスタルグリッドから光のエネルギーが立ち上ります。その光のグリッドの柱がどん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 広がっていき、私たちの体がすっぽりとこのクリスタルグリッドの光の柱のエネルギーに飲み込まれてしまいました。とても心地よいです。そして全身の毛穴からこのクリスタルグリッドのエネルギーが私たちの体の中に入ってきます。今は口で呼吸をしているというよりは全身の皮膚でクリスタルと同じ呼吸をしている、そんな感じです。ではこのクリスタルグリッドに名前を付けるとしたらどのような名前でしょうか。いろいろ考えると分からなくなってくるので、最初に直感でピヨヨヨヨンって浮かんできたものをそのまま採用してください。ではこのクリスタルグリッドは場に対してはどのような効能を持っているでしょうか。ではこのクリスタルグリッドのエネルギーは自分に対してはどのような効果を持っているでしょうか。では他の人にも、どうだったか聞きますが、まず福知犬が感じたのはこのグリッドは愛と調和ですね。で場に対しての効能もそのまんま愛と調和ですね。で私に対しての効能は、多様性を慈愛と忍耐力で受け止めるということですね。なんか笑った方がいらっしゃいますけれどもね、もうこの講座ここまでに来る時でもね、もうすっごい事件がいっぱいあったんですけどね。事件を引き起こした人、当人は、なんだろう、私、間違ったこと言ってないのに、なんでチル先生こんなにおかしくなってるんだろう、私間違ってないのに、ってなってて、もうそれもね、もう、愛と慈愛と忍耐で受け止めて、ことなきを得ています。はい。じゃあ他の方たち、そっちカメラ向くからね。OK でしょ、どうせデビューするんでしょ、ツヤに行っても OK でしょ。あなたダメなの。じゃああなたそっちに行って、そっち、私の後ろが、はい。で、どうでした、効能とかどうでした、名前効能。名前はカメラが嫌がった。名前は個性を大事に、うん、っていうのと、うん、効能はそれぞれがそれぞれのやりたいことをやってみんなが輝いている、うん、っていう効能があって、私に対する効能は、うんうん、自信を持って突き進む勇気を突き進んじゃうのくれます。ありがとうございます。はい、はい、じゃあお母さんは、はい、名前は浄化で、うん、はい、効能、この場に対しての効能は平和です、うん、で私に対しては
受け入れるんです。はい、はい、では今日はムーミンのお母さんが来てくださってるので、あ、ムーミンの彼女ですね。フローレン、どうだった？はい、名前はピーチさんで、ピーチ、はい、でここの場の効能は静寂で、私に対しての効能はエネルギーの通りを良くしてくれる。はい、そんな感じ。このクリスタルグリッドの誘導瞑想というのは、クリスタルと仲良くなったり、クリスタルのエネルギーを感じるのにとてもいいですから、このクリスタルグリッドで、瞑想して、なんか名前、効能とかを感じた人はコメントで書いてもらってもいいし、自分でもこのクリスタルグリッドね、作ってみても楽しいと思います。では、そんな感じです。